皆さん、トライアングルです。はい、今ね、私お隣さんいないから、あ、のびのびできるんですが、ストレッチパワーがここに溜まって、あのね、今回ちょっとやりたいことなんですが、ヘイって言っちゃった。今あのアップデあるじゃないですか。で、マリオデッセイのアップデと言ったら皆さん何を思い浮かびますか？はい。ですね。普通の人は結構あの、ルイージバルーンっていうのがすごいやっぱり推してるじゃないですか。あの、オデッセイの公式の方でも。ルイージバルーンがすごいであるよ！ルイージバルーンあるよ！ルイージが堂々であるよ！ルイージですよ！みたいな。ヤニーさんができるっていう感じなんですが、僕的にはね、ルイージバルーンも気になったんですが、新しい衣装。はい。私と言ったらね、過去ね、この衣装でこれこれしてみた。これ衣装でこれこれしてみた。この衣装でこれこれさんにキャスをしてやめよう。っていうのはあったんですけど、やっぱり僕って結構衣装を使ってなんかしたいっていうのがあったんですよ。で、それで見てみたところ、一つすっごい気になったの見つけたんですよ。アーマーマリオ。はい、今こちらに多分画像出してると思うんですけど、アーマーマリオというものが出まして、これ何と思って、歩いたらカシャカシャ落としたり、なんか剣とか脱ぎ出すんじゃないかなと思って、すっごい楽しみにしてるんですが、ちょっと待ちきれなくてね、僕ね、思っちゃったんですよ。アーマーって、マーマーマリオって今アップデ前でもできるんじゃねと。はい。何を言ってるんだトライアングルはと。帰れっていう方はね、ごめんなさい。お許しください。あのね、そのやり方としては、まあ森の国、どこでもいいのかな。できればこの森の国がいいんですよ。はい。ということでね、どうやるかは良ければ今から、そのまま動画をそのままにして、チャンネルはこのまま CM 入ります。新相棒、毎週火曜夜8時30分から。よし、成功だ。いやー、結構時間停止のね、タイミングが、そう、これ今1なんですけど、時間停止のね、タイミングがなかなかちょっとね、撮影中だと若干ちょっとラグあるんでね。じゃあちょっと、そしてね、今回、そうなんです。ごめんなさい、ちょっと本編に戻りますが、なんと私、トライアングルさん、アーマーマリオにどうやってなるんじゃと、はい、言われると思いますが、なんとなれるんです。はい、見ててくださいね。いいですか、皆さん。いきますよ。この時間停止した状態で、いいですか、皆さん。高評価ボタン、低評価ボタンあります。しかし、低評価ボタンというものは、なかったことにしてください。いきます、いきますよ、皆さん。どれにしようかな。いいですか、時間停止すると、なんと、透けることができるんですね。いきますよ。こういう感じで。ほら、透けるでしょ。この透けを活かして、石に、あれ？石どこだ？小石多いんですよ、ここ。そう。この小石に、いきますよ。ほら、ちょっと待って。ほら、ちょっと待って、待って、やばい、ほら、ちょっと画面、ほら、アーマーマリオ、やばい、ちょっと待って、やばい、今、やばい、画面の視聴者さんの顔が今、すっごい今浮かんでる。ちょっと待って、見て、どうも皆さん、ほら、石、アーマー、ほら、ね、鎧、鉄の鎧っぽい感じなんですけど、あれ？なんでみんな、釘バット持ってんの？ちょっと待って、な、な、